私浅見は2012年今シーズンをもちまして引退させていただくことになりました。オリンピックを目指してやってきたんですけど、今年のシーズン中にオリンピックが出場できないということが決まったときに、今年の2012年の年間チャンピオンを取ってやろうとずっと思ってました。福井のグランドスラムで準優勝に終わったことで、その年間優勝という私の目標も叶えることができませんでした。私はオリンピックに行きたかったので、年間優勝を取れたら少しでもチャンスはあるんじゃないかなと思ってやってきたんですけど、それができなかったので、その時にどうしても気持ちがぷつりと切れてしまいました。これまでオリンピックという夢がありましたけれども、はい、今後まあ引退された後、今度はどのような活動をされて、今度はどんな夢を浅尾さんが持たれるのか教えてください。そうですね、やっぱり私もビーチバレーが大好きなので、そうやってビーチバレーをいろんな人に知ってもらいたいのと、ビーチバレーの魅力も知ってると思うので、それを私は子供がすごい好きなので、はい、バレーボール教室だったりそういう部分でやっていけたらなと思ってます。